今ねどこにいるかっていうと、福岡県の北九州市にいます。北九州の小倉の駅の近くですね。小倉の今から繁華街を散策しています。北九州は何度も来ていて5回ぐらい宿泊してるかな。1回だけ文字宿泊して、あとはもう小倉の駅の近くのホテル宿泊してるんですけど、ちょっと今から久々の小倉の駅の繁華街ですね。昨晩視聴者の方と、会食して魚菓子だったり飲んだんですけど、今日ちょっと一人で散策していきたいと思います。川があってね、この辺りが結構かそこら辺が結構洒落た感じですね。でなんかスケボーしてます。で NHK か川がありで、向こうが繁華街の方です。今日は銀天街ですね。まあ昼間やってるとこが多いのか、この通りはね。アーケード街ですけどね、やっぱ西の方が超大きいね。山田屋、これは居酒屋さんか。これなんか良さそうじゃん。海鮮別館ミラク。スマイルホテルもなんかありましたね。俺車で来てるんであれですけど、車で来てなければここでもいいなと思ったんですけどね。もつ鍋、もつ鍋の店。この辺りもなんかいろいろ入ってますけど、もう夜閉まっちゃってます。ミラク、向こう側に行きます。でこの通り、ここ市がそこなんだ。でここの通り沿いもなんかお店が結構ありますね。はい、買取屋か、あとナスキオがまだやってる時間的に、まだ時間、まあ10時ぐらいまでやってるのかな。金曜日だから結構賑わってますね。はい、でちょっと今から小倉の駅の方を行きます。エスカレーターが登ってくるんで、ホテルがあって、ホテルもあるんですけど、すごく立派ですね、小倉の駅ね。
でこの辺り周辺にあって、で向こう側にも、向こう側結構夜系の店があったりするんですけど、でそこがアーケードのところですね。まあ結構にぎわってますよね。バスも出ていて、タクシーもいっぱい止まっていて、人も結構多いですね。今日金曜日ってもあるんでね。でここのところ高架になってて、でモノレールが走ってる感じです。コークラステーションということで、あとこっちにいろいろとお店入って、マックもありますね。下にもお店がある感じです。でそこはダイワロイノットホテルで、ここ泊まる方もいらっしゃるでしょうね。でカラオケ屋があってて、そっちの方が夜の繁華街なんて感じです。三井住友銀行あります。もうすぐ駅、小倉の駅からすぐのとこなんですけどね。でこういう感じでなんか飲み屋があります。そっちはカラオケ館、カラカンがあって感じか。まあこの時間は、あ、そっか、ここあんま空いてるかな。こういう感じでバーがあります。でこの通りとかね、ここからちょっと入る、ここら辺が結構いい感じの料理屋がありますね。これはモツとか、すごいね。ここら辺は結構、まあしばらくと夜の店結構そのあたりあるんですけどね。すごいね。ダイニングバーか。すごいね。でこの夜の店か。この辺り結構溜まってる、ね。ロバタ焼き鳥か。あ、いい感じの店ですね。銀座名店街か。すごいね。ショットバー、これはなんか公園みたいなところで屋台が出てますね。すごいね。でチカラーメン、チカラーメンか、チカララーメンね。パークサイドスケサンうどんか。ここ前利用しまして、あ、ここ利用しなかったんだ、上町のこれ。
天かすの事件の現場ですけどね、スケさんをちょっと利用しようかな。今日はねちょっと人多いね。で店はやってる感じです。すごいね。こんな感じで今いますけど、めちゃめちゃベイか、ロバタが結構、ロバタ焼きの結構な。で、この通りですね、すごいね。